おはようございます。ゲルダ学校のコレナガです、昨日は駐車場の方のですね、駐車場の方の警備に行ってきました。八百屋さんと、八百屋さんとですね、それからあとは魚介類のスーパーというか全国チェーンというかですね、そういう、駐車場の勤務だったんですね。16名体制で、ちょっとリニューアルオープンということで、かなりのお客さんが来たんですね。それで、私は、5箇所ぐらいあると思うんですけど、1箇所の駐車場を5箇所あるうちの1箇所の駐車場を担当したんですけど、何せ入って、通常の、通常の入り口でですね、通常の入り口で、いいんですけど、やはりその信号があって、駐車場に、向こうから入ってもらうと、この右折車は、原則禁止ですよと、その日に限ってですね。だから向こうから来てもらうということでやってたんですけど、そこのお店の人が来てですね、ここから入れちゃってもいいですよと言ってるんですけど、やはりそのルール変更がある場合はですね、ルール変更に基づく対策をやはりつけてないとですね、やっぱり中のフレームになってしまうんですね。お客さんが、いや、あれで普段入っている通りに入れてたのに、今日は案内がですね、向こうからだけだというとですね、また、ここが空いてると、比較的ですね、向こうからって言っても、こっちからなんで入れないんだっていうことになっちゃうわけですね。だから、その、例えば今日だけのルールということであれば、ルール変更を、しっかり告知する必要があると思うんですけど、その都度変わることであれば、その変わることの、告知をですね、情報広報ですね、情報広報をやはりしっかりと、流す必要があると思うんですね。で、昨日もこちらで、第一駐車場でやってる人たちを 見たらですね、その先頭にはいるんだけど、この途中にある後方がですね、うまく、流されてなかったと思うんですけど、ただ言えるのはですね、やはりその、駐車場係って言ってもですね、やはりそのいらっしゃいませ、ありがとうございました。そしてその適時情報ですね、情報広報がですね、情報の広報が大事だと思われます。やはりそのどんな仕事もですね、それなりの、要するにスキルアップをしていかないとですね、やはりその駐車場一つにとってもですね、レベルを上げていくと。そのためにはその店側のールールもあるでしょうけど、ルール変更がある場合はルール変更の、要するに情報広報ですよね。ルール変更に伴う情報広報をですね、できるかどうかということがですね、クレームをなくす、面で大事だと思います。そういった面はですね、昨日駐車場の16名体制でやってですね、そこを非常に感じました。情報広報の大切さですね、情報広報の大切さをもう今一度認識していただきたいと思います。それは毎日毎日の勤務の中でですね、駐車場係とかですね、イベント勤務、イベント関係になった場合ですね、そこの駐車場で、心理的不満をですね、心理的不満を和らげていくと。もちろん、広報にはですね、
情報広報、禁止広報ですね、規制広報とあるわけですけど、まあ、情報広報が基本的にですね、心理的、ものをですね、和らげながらできますので、あとは、しっかりとですね、昨日は、まあ、駐車場をついて分かりましたけど、やはり交通誘導2号警備の中の、まあ、イベントとですね、イベントと、もしくは、その交通誘導をちょうど絡ましたようなですね、ものであると思います。そのためにイベントをその雑踏警備ですね、そこの訓練と、まあ、交通の訓練と両方が噛み合ったような現場だったと思います。まあ、これからの駐車場を勤務される方はですね、そういった面のスキルを上げてほしいと思います。以上、ケレダ学校のコレナでした。